Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。バリアブルティップス。5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そして。おはようございます。白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信していきます。今週のゲストはマイポックス株式会社代表取締役社長渡辺淳さんです。マイポックス株式会社は1925年、大正14年創業。1970年代から研磨事業に参入し、塗る、切る、磨くというコア技術をベースにハイテク分野にも展開し、ニッチ分野でのトップ企業として成長を遂げてきました。100年企業へ向け、さらなる飛躍を目指すため、塗る、切る、磨くでその分野のプロフェッショナルとしてチャレンジし続けます。渡辺社長のお話、とても楽しみですね。では今日月曜日、マイポックス株式会社の代表渡辺淳社長のインタビューから、どんな金言を見つけることができるでしょうか。渡辺社長はリーダーとしてこう会社を引っ張っていらっしゃっていて、具体的にはどんなことをしていったんですか。普段から心がけてるんですが、社員との対話の時間っていうのを結構やっていてですね、まあ、その中でのちょっと質問コーナーって言って、なかなか普段社長には聞きにくいよね、でもなんかいろいろ質問してねっていうコーナーで、ある社員から、社長、もし髪の毛を青くしたいって言ったら、うちの会社ではどうなんでしょうかね。そこで私考えたんですね。青にしちゃいけない理由ないよなと。ただ青にしてる社員いないよなと。で、本当は髪の毛を自分の個性を出すために染めたいのに、この会社にいたら無理かな、怒られるかなっていうことで我慢をしてパフォーマンスが出ないんじゃ、これ良くないなと。かといって私がですよ、はい、別に髪の毛の色なんか気にせず好きな色にしちゃってくださいなんて言ったとしても、果たしてやるかと。普通だったらですね、いわゆる忖度してですね、とは言ってもみたいなことが起きるんじゃないのかなっていうことで、私もですね、去年の末にですね、思い切って一念発起、金髪にしてみて、そのぐらい自由にしてもいいんだよと、そのぐらい自分を出してもいいんだよっていうメッセージングのために思い切ってやってみましたね。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。メッセージのために金髪にした。メッセージのために金髪にした、この言葉からどんなことを学びますか。はい、社員との対話を大事にしている渡辺社長が、社員からの質問に対して、やはり自分で言葉で表すだけじゃなくて、体で表していく、そして金髪にする、その自由な発想、そして実行力、こういうリーダーであれば何でも言っていい、あるいは何でもやれる、そういう雰囲気になるのかなというふうに感じました。髪を染めることで、むしろこれぐらい自由にやっていこうぜと表していくと。そうですね、やはりそういったパッと思いついてすぐに行動する、そこら辺が強さの秘訣なんですね。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続きマイポックス株式会社渡辺淳社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なお、この内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。